下陵港は中華人民共和国の甘粛省から潜水省を通り、四川省へと流れる大きな川で、重慶市で長江に合流する。長さ 1,119km、流域面積は16万平方キロメートルで、長江の支流の中でも流域面積が最大。下陵港という名は上流の潜水省を方形し、大鳥県で下陵国という渓谷を通ることに由来する。 救命は、水、油水。下燈港、流域下燈港に面した重慶市相川区の市街地下燈港の源流は、四川省、甘粛省、潜西省にまたがる山岳地帯にある。大きな支流は、西側の白燈港及び東側にある西寒水である。白流港は、甘粛省と四川省の境をなす貧山山脈の北、両省の境界にまたがる老子寺の付近に発し、 四川省北端から関宿省最南部の老南市に入り、船局県、仏徳などを通る。老南市南部の壁口には、水力発電用の大きなダム湖があるが、ここで貧山山脈の東北に発死九歳溝付近を通り、関宿省分県を流れる白水湖と合流する。ダム湖を出た白龍港、白流湖は四川省、広本市に入り山岳地帯から出る。西寒水は、 仙西省南西部、新霊山脈の南に発する。方慶市、大鳥県を通り、関宿省南部から流れる支流を集め、寒中市西部の略要県を通る。源流付近の下燈国の地名から、下燈港の名があるが、寒中を流れる寒水より西にあることから、西寒水とも呼ばれる。白流港と西寒水は、四川盆地北部の広本市昭和で合流し、下燈港となる。 ここまでが上流で、昇華から重慶市相川区までが中流である。昇華からは航行可能な河川となり、蛇行しながら丘陵地帯を通って平野に入る。下流港の中流以下では、川の経路は曲がりくねり、広本から相川までの直線距離は 200km で、あるが川の長さは 600km に達する。特に南三鶴市付近では蛇行が激しい。 相川で、瓶山山脈から、メイン用紙を経て流れてきた、河を合わせ、ここから下流となる。重慶市街の東端にある朝天門で、長江に合流する。重慶市街地、下両港と長江との合流点付近下両港には、多数の支流があるが、特に大きな支流は、江と巨港であり、いずれも、相川で合流する。ありがとうございます。